皆さん勉強を習慣化できていますか？習慣化っていうのはね、習慣化しているものに巻き込まれるというかついていくっていうのが一番楽でやりやすいんですよね。食事もそうです。食事のたびにビールを飲む人、そういう人と一緒に食事に行くとやっぱりついつい飲んでしまう。逆に運動する人と一緒に行動していると、その人が運動するときに一緒に仲間に混ぜてもらうというふうにすると運動の習慣が身についていきます。勉強もそうなんですね。まず習慣化しているものにうまく乗っかって、そして自分の習慣を作っていきましょう。